はい、どうも、写真キッチンです。今日はですね、誰でも本当簡単にお手軽に作れる口当たりが超滑らかなカスタードプリン、こちらを作っていきたいと思います。ですが、その前にチャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。それでは材料紹介をまずはしていきたいと思います。まずはこちら、全卵ですね。全卵を3個使っていきます。それとこちらが生クリームですね。で、今日は脂肪分が 43% っていう生クリームなんですけども、濃厚で美味しいプリン作っていただくには 40% 以上ぐらいあるといいかなって思います。それとキャラメルソースの時に使う水で、こちらが牛乳ですね。とバニラビーンズです。バニラエッセンスとかバニラオイルでもいいんですけど、より美味しく作っていただくにはやっぱりバニラビーンズがいいかなって思います。それとグラニュー糖ですね。以上の材料を使って今日は超滑らかなカスタードプリン、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずは鍋用意していただいて、そこにグラニュー糖を加えていきます。それから少量の水を加えていただいて火にかけていきます。で、火にかけていただいて、しっかりと焦がしてキャラメリゼさせていきます。で、ここで焦がしが甘いとこう仕上がりも甘ったるい感じのカスタードプリンになってしまうので、ここはちょっと攻め気味な感じで焦がしていただけた方がいいかなって思います。で、この時は色がつき始めると早いので、つきっきりで見てあげてあげるのがいいかなって思います。もう若干色づいてきたんですけど、こうなってくると結構早いので、はい、この辺ですね。このぐらいこうしっかりと茶色く色づいてきたら火を止めていただいて、こういった型に流していきます。で、型のこの内側全面に綺麗にまずは流していただいて、で、流せたらこれ以上火が入っていかないように氷水につけて冷ましていきます。続いてボウルに卵割っていただいて、そこにグラニュー糖を加えていただいて、で、泡立て器を使って、まあ、卵が白っぽくなるまでしっかりと混ぜていきます。はい、卵が白っぽくなってきたら、続いて、はい、こちらのバニラビーンズですね。今日は2分の1本使っていきます。で、バニラビーンズは半分にまず切っていただいて、で、この中のこの種子ですね、こちらを包丁の背を使ってこそげ取っていきます。こそげ取ったこの種子は先ほどのボウルの方に加えていただいて、再びしっかりと混ぜていきます。バニラビーンズの種子が加えられてしっかりと混ぜられたら、鍋用意していただいて、そこに牛乳ですね。まずは牛乳、それから生クリーム加えていただいて、で、この牛乳とクリームの方にもバニラの香りを移したいので、先ほどのタヤの部分ですね、こちらを加えて火にかけて沸かす直前ですねまで温めていきたいと思います。沸かしてしまうと牛乳とかクリームの甘いいい香りが飛んでしまうので、沸く直前で火を止めるようにしてください。で、この時にオーブンは160度に予熱しておきましょう。はい、もうこのぐらいで大丈夫ですね。温まったので火を止めていただいて、しっかりと温まったらこの卵の方に加えていきたいと思います。加えていただいたらしっかりと混ぜていただいて、しっかりと混ざったら、こういった目の細かい茶こしとかシノワですね、使っていただいて裏ごししていきます。この裏ごしをしていただくことによって、仕上がりが本当滑らかなプリンになるので、この裏ごしする工程はちょっと面倒かもしれないんですけど、しっかりとやるようにしてください。はい、裏ごししていただいたら軽く混ぜていただいて、で、キャラメルソース流した型の方に入れていきたいと思います。
型の方に流していただいたら、この表面に気泡があったりするので、アルコールなどかけて消していただいて、湯煎にかけて焼いていくので、お湯を沸かしていきます。余熱が完了してお湯が沸いたら、オーブンに入れて焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりはこういった感じですね。こうちょっと揺らしていただいて、全体がこうフルフルっと揺れている感じでしたら火が入っている証拠なので、粗熱を取って冷蔵庫でしっかりと冷やしてから型から外していきましょう。はい、十分に冷やせたので型から外していきたいと思います。ぐるっと一周包丁入れていただいて、はい、そしたらカットしていきたいと思います。で、上からたっぷりのキャラメルソースかけていただいて、で、完成ですね。それでは食べていきましょう。では、いただきます。うん、この滑らかな口当たりがすごく美味しいですね。このキャラメルのこうほろ苦さがこう大人のカスタードプリンっていう感じでめちゃくちゃいいですね。で、バニラビーンズしっかり使ってるので、食べた瞬間にバニラがこうふわっとこう香って鼻から抜ける感じが、今日は樽がかなりしっかり効いたシャルドネを合わせてるんですけども、うん、そういったワインと非常に相性がいいですね。めちゃくちゃ滑らかで美味しいので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。このキャラメルのほろ苦さがほんと癖になって、甘さもこう控えめなのでめちゃくちゃ美味しくておすすめです。